はい、今回はですね、ゴールデンウィーク企画としまして、皆さんと一緒に一フレーズこう作っていこうという企画を行ってみたいと思います。といってもですね、何も足がかりがなければ作りづらいと思いますので、一素材用意させていただきました。これはですね、ホームページからダウンロードしていただけるようになっていますので、ぜひ使用してみていただきたいんですけども、このようにですね、ダウンロードが終わったものをガレージバンドに入れていくと。ここで一つですね、やっていただきたいことがありまして、楽曲のテンポなんですけども、今これ120になってますね。ここをですね、126に変えていただきたいと。そうするとこのフレーズと、このガレージバンド、テンポがありますので、しっかりと打ち込みができるかと思います。それでは一回このフレーズを聞いてみてください。こういったものですね。今ですね、メトロノームは外しておきましょう。ここをクリックすることでメトロノームを消すことができます。そして第1回目はですね、やはりちょっとリズムが欲しいかなと思いますんで、リズムを一緒に打ち込んでいきます。左上のプラスボタン、こちらを押していただくと、このように追加することが可能となっています。で、この何の音を使うという決まりは特にないんですけども、ドラムキットと書いているものが生ドラム。そしてこの下がですね、ドラムマシーンといってですね、少しエレクトロなキットになっています。後からですね、いくらでも音色変えることができますので、今ドラムキット、そして一番上のキットを選んでみましょうか。このトラックがドラムキットに変わります。この時にですね、もう鍵盤が繋がってますと、鍵盤を押すだけで音が鳴るんですけども、今回視覚的にもわかりやすくですね、このマウスを使って入力していきましょう。コマンドキーを押しながらですね、この小節打ち込みたいところをクリックすると、このような形、リージョンですね、を作ることができます。あとはこれをダブルクリックすると、この中に入れて、これで打ち込むことができると、いった形となっています。ただし今一小節の箱ですので、このフレーズ全然足りないと思います。で、こんな時に便利なのが、このリージョンの上の方、カーソルを持っていっていただくと、このようにリサイクルマークのようになってますね。このままドラッグしていくことでこのパターンを増やすことができます。この時に便利なのがですね、一小節目に打ち込んだフレーズはですね、すべてに適用されるというところですね。ですので、こう再生をして漢字を聞きながら打っていくのに向いているかと思います。しかしですね、こういきなり打ってみようと言われても困るという方のためにですね、ベーシックパターンをですね、一度ご紹介したいと思います。まずこちら、C1 って書いてあるところですね。これバスドラムになってます。これをドア玉に一発入れてください。こんな感じですね。このノートを入力するのはですね、先ほどこのリージョンを作ったものと一緒で、コマンドキーを押しながら、こうクリックすることで入力が可能となります。バスドラムを打ち終わったら次、スネアドラム打ってみましょう。これをですね、2拍目と4拍目に置いていただきたいんですけども、1小節目で 1.3 小節目、そして2小節目となっていますね。少し分かりづらいなんていう時はですね、この上の部分、こんな感じで倍率を拡大すると、2、3、4などが現れますので、ここにですね、スネア2拍目と4拍目に打ってみましょう。こういった形ですね。あと最後に、ハイハットを打ちたいので、ハイハットはファのシャープ。これになりますね。これを8部で打ってみましょう。見ていただくと、ここが、四分音符ですので、8分音符、その半分になりますね。これをですね、このようにして打っていくと、もうある程度パターンができるかと思いますね。一回聞いてみましょう。はい。ちょっとドラムが小さいですよね。そしてギターが大きい気がします。この時はですね、このボリュームですね。ギターが大きいので、このボリュームを少し下げると。そしてドラムが小さいので上げる。そして、こう、打ち込みにはですね、ベロシティといって、ちょっと難しそうな言葉に聞こえるんですけども、強弱になってます。今、強弱がですね、真ん中からちょっと下、かなり小さめになってますので、これをまずマックスにしてみましょうか。DTM は編集をするとき、必ずその対象を選ばなくてはいけないという決まりがありますんで、こんな感じで、まずベロシティを上げたいものを選ぶ。そしてこのベロシティのスライダーをマックスにしてみましょう。こんな感じですね。これで一回聞いてみますと、こんな感じでパターンになっていますね。あとはこのパターンを基本にしていただいて、どんどん変えていけばいいんですけども、まずこのバスドラムですよね。このパターンの中でですね、このバスドラムをですね、好きな位置に入れていくだけでも簡単にパターンができます。そして今このバスドラムの長さ、四分音符になってしまって見づらいので、一マスですね、16分音符の長さに変えておきます。この時、サウンドは変わらないので安心してください。それではちょっとこう聞きながら好きなところに入れてみましょうか。こんな感じでどんどんパターンが変わっていったのが分かっていただけるかと思います。このようにして納得がいくところを探していくといった形ですね。例えばここはちょっと気に入らなかったらこれ移動ができますからね。ドラッグで移動したりとかができます。
そしてこのようにですね、バスドラムを入れた後なんですけども、音色を変えることができます。再生しながらですね、このようにキットを切り替えていくことで、先ほどのこのドラムマシーンですね、こういった形となります。今このドラムマシンで思い出したんですけども、ポップスだったりとか EDM だったりとか四つ打ちというパターンよく聞くと思うんですけども、これはですね、このバスドラムがすべて1拍目、2拍目、3拍目、4拍目と入っていることを言います。ですのでこの基本形から作れてしまうんですね。一回これで聞いてみてください。こういった形です。ですのでこのようなパターンにしたいとか、もう少しこうキックの位置を練ってみていただいて、いろいろと遊んでみていただけたらと思います。そして明日はですね、このパターンで非常に重要なこのスネアドラム、そしてハイハットを少し動かしてですね、新たなパターンの可能性を見ていきたいと思います。それでは今回の動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。